やりますか。ほな、定例の会見始めましょうか。いつも本当にお疲れ様です。私の方から特に、今日あれやこれというのはないんですけど、もし皆さんから質問があればお答えするとにしたいと思います。はい、共同通信の渡辺と申します。昨日自民党の合同会議で10増10減について審議されまして、結論が持ち越されました。もともと自民党公明党が、格差是正のために欺く方式で、それに基づいて、区割り審が勧告した内容ですけども、この自民党が10増10減について結論を持ち越したというその状況についてもしご見解あればお願いいたします。一つは自分で決めておいてですね、でいざ実行の段になるとそれをさまざまな理屈を述べて、後回しにすると、自分勝手の醜い姿が見えるということでしょうね。で問題はね、そのこのアダムズ方式ですけども、2016年ですよね、決定したのは。これ自民党は誰一人として反対してないわけですから、私とも日本共産党はこの件について反対をした唯一のあれです。それで思い出すんですけど、私自身が何度も言ってますように、この法律案の本会議における反対討論を行いました。で私はその時も言ったんですけども、その小選挙区制のもとですね、人口変動に伴う定数や区割り変更の矛盾がね、この制度をやる限り絶えず起こるという問題なんだということで、ですからそういう意味で言いますとね、これ四半世紀これやってるわけじゃないですか。でだからもともと私どもが30年近くなりますか、小選挙区制の下でこういうことが起きるということを予告したわけでね、間違いがあるという一つの論点としても当時から私ども言いました。ですからこの際ですね、矛盾を解決するという問題からすれば小選挙区制を廃止する以外にないと、こういう自分の得手勝手じゃなくて民主主義の土台をきっちり構築するという立場に立ってですね、私はすべきだと思います。はい、立憲で申し上げます。共同通信の渡辺です。他党のことで恐縮なんですけども、自民党の村上誠一郎さん、一部メディアに国賊と発言したとされて、今日の党紀委員会で処分の検討されています。こういう発言について、党紀委員会開かれるという状況について、他党のことなどもしご見解あればお願いいたします。村上氏の、発言問題をめぐる党紀委員会の自民党の、ね、開催ということなんでしょうけど、私自身は村上さんが、どういう発言したかということについては定かでありませんし、その行動を取った行動、つまり国葬に反対するという立場を取ったことについては私は敬意表したいと思うんですね。それで考えますとね、この問題をめぐって国葬の反対というのが世論がですね、実行される前から6割を超えていたわけですよね。で自民党などは内閣もそうでしたけども、これ実行されれば反対の世論は消えるだろうと、少なくなるというようなことを言ってましたけども、ところが今御社の世論調査でも、確か、国葬反対と良くなかったというのが 61.7% でしたよね。でそれに見られるように国葬反対ということに対する意見は引き続き出ているわけですよね。ですからね、自民党およびこの政府がね、すべきは何かと、
それは国民の声を聞くべきであって、国葬のそういうに至る経過のね諸問題について明らかにすることであり、まあ、同時に今調査すべきは統一教会問題をめぐる自民党としての癒着問題についてしっかり生み出すということにこそ力を注ぐべきではないかと、他党のことと言うけどね、それは今日本の民主主義の土台に関わる問題で、そっちの方こそやるべき話とちゃうのかというのを私率直に思いますけどね。優先順位が違うという優先順位というよりも何をやってるのかなと思いますよね。はい、朝日新聞の上田です。山口県でですね、安倍元総理 の, その県民葬に際してですね、学校に対して半旗を掲げなかった場合処分の対象にするというようなことを、山口県の県教委が、見解を示しました。このことについて、どのようにお考えかお願いいたします。処分の対象とすることの、発表がありましたけど、言語道断と言わなければなりませんよね、この問題は。で、少なくともね、この、2つあると思うんですよね。こういう国葬という形で行うこと自身が、そういう弔意や敬意の強制につながるということを我々指摘してきたわけですよね。案の定そういうことになっていると。で、しかもそれについて言えば、それは強制しないんだということを言っているわけだけれども、肝心要のところではそれをさらに処分まで言い出すということで言いますと、このいわば国葬問題をめぐって展開されている議論の行く末といいますかね、自民党がやろうとしていたことがこんな形でやっぱり現れたじゃないかと、憲法違反だったということがこうくしくもね、こういう形で現れると、二重三重にね、憲法に違反して民主主義の土台を踏みにじるということは許されないと思います。ですからこのことについてもやはり対応が問われると思いますね、自民党はね。ほな、よろしくですか。ほな、おきに。